なかなか侮れない割り算を基本の木からやっていきます。まあこれはいいですよね。12を4で割る、まあ12円を、まあ4人で分けると。そうすると1人分が3円で、12円になって、余りがなしと。これいいですね。はい。で、これをちょっとバージョンアップしてみますと。で、これが、ちょっと大きくなると、例えば、これが、割る数が5とかなりますよね。5とかなると。そうすると、今度は割り切れなくなって、2人で分けられて、こうやって普通に2合10で、はい、2余ると。こういう考え方ですよね。で、まあこれが、まあ3年生だとしたら、これがバージョンアップすると、例えばさっきの12の時でもうこれが120円になって、で、これが、40円で分けると。ね。これ40円ずつに分けると、はい。これをやるやり方として一つあったのが、はい、ワン、ツー、スリー。はい。これつまり120円を40円ずつに分けると、これつまり両方とも10円玉で考えることできるから、12枚を4枚ずつに分けたらってやって、こうやって両方の0を1個ずつ消して、そして12枚を40円ね、4枚ずつに分けたら、こうやって3人に分けられるから、はい、答えは3と。ね、12割る、4と同じ答えでやることができる。はい、それでは次と言います。今度はさっきみたいに、今度は、120円を今度50で割ってみるとどうなるか。そうすると、はい、さっきと同じようにして、はい、こうやって12枚を50円ずつに分けるから、はい、答えは3だけど、今度はここが、答え3で、今度は2ですね。今度は2だけど、はい、2、5、10で、はい、余りが今度は2で、はい、答えは、はい、2。はい。おろ、ブー。なんで？ってわけですね。つまり、ここです。これさっきのすごく便利だったんだけど、こうやって120円を50円ずつに分けて、今度こうだよね。50円ずつに分けると。そしてこっちも1、2、3、4、50円ずつに分けたら、余り2枚だから、余りは2だけど、この2っていうのは10円玉が2枚だよね。だからつまり、この場合は余りをこれにしちゃう。ね、これにしなきゃいけない。つまり、余りは、ね、余りは必ず0を消す前の数字を書かない。つまり、これを戻して余りを書かなきゃいけない。ってことね。これが基本的に一番大事なことね。すごく簡単にできるんだけど、もっと数がものすごく大きくなると、もっとね、全部どんどん0を消しちゃえるからね。そうすると、ね、その時でも余りは必ず元のゼロに戻さないと間違えちゃうよってことね。これはすごく大事ですよ。はい。